リア。ルート確保。こりゃジャンヌ・ダルクよりサフィア・ガールって感じだな。いや、ナイト・ゴッテスだろ。知らねえよ、そんなの。そこの二人、口を閉じろ。ルート確保。視界も良好だ。止まって。こちらジェネレータ式。たく、景気よくアーマメントを吐き出してるぜ。そりゃいつものことだ。まあ、そっちのタイミングで動け。はいはい。あれがジェネレータだ。かなり手強いけど、いけそう。やってみないとわからない。意外と慎重なんだな。え、ほう。ああ、そうか、あれね。お嬢さん、ハリーホロック、ファイアー。
やった。 PSS コール、敵ジェネレーターの破壊を目視、確認願う。了解、こちらでも確認した。ご苦労。グレート、スーパー、エクセレント、カラーショー。いやはや大したもんだよ。70億人の仇、夢じゃなくなると。いいところを見せておかないと。お嬢さん、頼むぜ。おい、どうした。故障かよ。もし手伝ってくれないのか。ダリ、ラーズ。てめえ、どうして手を貸さねえ。私は攻撃されなかった、だから敵じゃないと思った。それが言い訳のつもりか。また仲間が死んだんだぞ。やったのは敵だ、この子じゃない。黙れ学者崩れ。それを言う？じゃあ学者がこんなところにいるのはどういうわけだ。軍人が不甲斐ないからだろ。てめえ、あ、味方の敵は君の敵だ。次は頼むよ。いいかい、どこかに君を待っている仲間がいる。みんな君を助け守ってくれるはずだ。だから私が死んでも君は一人ぼっちじゃない。わかったね。わかった。わかったってさ。ふん、どうだべな。ダリーとラーズは残念だったけど、君の責任じゃない。今は市長たちとの合流だけを考えよう。俺とシャオミンが君に同行する。目的はルートの確保、残りは戻ってトレーラーの修理。フォーボス、いいだろ。了解だ、クソったれめ。とっとと行け。エリア A2CP4 だ。まずこのビルを乗り越えて、それから西へ進もう。そしてトルソドライブとの交差点でトレーラーを待つんだ。こっちじゃねえ。ヘタレどもを孤立させるな。こっち。ロック、ファイヤー。
ロック、ファイヤー、ロック、ファイヤPSS コール。こちらホブス。トレーラーのダメージ確認。アレクセイが修理を始めたが、所要時間は未定。こっちに敵をよこすんじゃねえぞ。了解。気をつけろよ。こっちのセリフだ。右も左もわからない小娘とヘタレ二人。胃に穴が開くぜ。そりゃ漢方がおすすめだよ。言ってろ。ゲートのところの敵、見えるか？悪いけど、任せる。
ロック。嘘だろ、ゲートが閉じてやがる。あれは開戦直後に建造された対地上的ゲートだ。建造費600万ドルだったかな。なのにすぐに無用の長物。そんな役立たずに行く手を阻まれる俺たち、こりゃ何の罰だ。野党に投票したせいか。 PSS コール、ラスカル、ゲートを解放できるか。ああ、ラスカル、ゲート解放を命じる。出たよ、むちゃくちゃ市長。こいつは内と外から同時にコンソールを操作する必要がある。ってことはどうしたらいいんだ。PSS コール。こちらロスコル。ゲートの開放には、裏へ回る必要があります。ルートの確認をお願いします。確認中だ。待機せよ。お嬢さん、また悪いんだけど、君がゲートの裏側担当だ。PSS コール。ルート確認。エリア A3、CPF5 に行ってもらう。北上の後、ポイント A3B1 から、西側に丘を降りればゲート裏だ。了解。結構戻るね。頼んだよお嬢さん、誘導は任せてくれ。誘導開始。まずこの道を南下。
なんだろうな、この不守備は。誰に文句言えばいいんだ。これも俺かよ。ポイント到着確認。 PSS コール、そこからガソリンスタンドを迂回し北上してくれ。了解。ロック、ファイヤー。
強敵だぞ。気をつけろよ。ごわん大丈夫か、ロスクル。大丈夫、なんとか隠れたよ。気をつけろ。フィジカルリペア、ディフェンサーモード、
PSS コール。お嬢さんのマークが消えた。